MBT-70、KPZ-70 MB KP は、1960年代に、アメリカ合衆国と西ドイツが共同で開発に着手した、戦後、第二世代主力戦車に代わる、次世代戦車である。両国の設計方針の不一致や開発費の大幅、超過により開発は中止されたが、後に開発された M1 エブラムスやレオパルト2の、開発に、大きな影響を与えた。 1960年代初頭、アメリカでは M60 パットンに代わる次世代主力戦車の開発に着手し始めた。当時のアメリカ軍の主力戦車である M60 は第二次世界大戦時に開発された M26 パーシングを基本として改良を重ねてきたものであり、能力的には特に問題のあるものではなかったが、基本設計の古さは否めないものであった。 対抗目標であるソビエト連邦の戦後型戦車は常にアメリカの戦車を性能的に凌駕しておりこれらに対抗するために今までにない最新の技術を盛り込んだ次世代戦車開発の必要性が叫ばれるようになった当時国防長官だったロバート・マクナマラは開発費を削減するために NATO 諸国との共同開発を支持しイギリスもしくは 西ドイツとの共同開発が模索された。一方、西ドイツは国産の主力戦車としてレオパルト1の開発を進めていたが、本格的に生産を開始した時には、ソ連の T-62 や自動装填装置を装備するという新型戦車の性能を必ずしも上回るものではなくなっていた。これを受けて、西ドイツ軍ではレオパルト1の改良プログラムを進める一方、 早くも次世代戦車開発に着手し始めたが、レオパルト1の量産、配備と改良型の開発を進めながらの新戦車開発には予算上の困難が大きく、反対意見も多く出された。このような状況を踏まえて、次世代戦車開発の必要性で、米独両国は一致し、1963年8月1日、正式な開発協定が結ばれた。 MBT-70 KPZ-70 最終決定案1964年9月から本格的な開発計画が開始され、現行のソ連戦車に対して優位であるだけではなく、今後登場するであろう、新型戦車に対しても優位を確保できることを第一、に、最新の技術を十二分に盛り込んだ車両となることが目標とされた。この計画にはアメリカでは、 MBT-70、西ドイツでは、KPZ-70 の名称が与えられ、それぞれ7両ずつ、計1 4両の試作車両が作られることとなった。しかし、開発計画は、当初から難航し、最初の設計段階において両国が、それぞれの設計デザインを強く主張し対立した。設計案には突撃砲スタイルの無塔型から、乗員をすべて車体内に配置し、 砲と自動装填装置だけを突出させたオーバーヘッド砲塔、砲塔を持つが半ば車体と一体化したドイツの駆逐戦車の戦闘室部分が左右に旋回するような埋没型の砲塔を持つものまで多種多様の設計案が提示された。これはいずれも極力全面投影面積を少なくすることという基本方針に沿いつつもアメリカはある程度の汎用性のある設計を求めたが 西ドイツは北部ヨーロッパの環境に最も適合した設計を主張したためである。結果としてはすべての乗員を砲塔内に収容し車体と砲塔の前高を極力押さえたデザインが決定案とされたが、前高が低い代わりに砲塔が異様に大きいデザインとなり、当初の設計目的からやや外れた結果となった。その後も設計に用いる単位に、 アメリカのヤードポンド法を使うか、西ドイツのメートル法を使うか、手法のシステムをアメリカ側のガンランチャー方式にするか、西ドイツが開発した格好法方式にするか、その他にもエンジン、サスペンション、走行素材などことあるごとに、両国は対立し、その都度意見を調整して、両方の案をそれぞれ盛り込む妥協策が取られたため、開発期間は果てしなく順延されていき、 日を追うごとに開発費は高騰していった。設計そのものの困難も去ることながら、開発の技術拠点がアメリカと西ドイツに分かれているため、両国間の担当者が協議を行うだけでも、両者のスケジュールの調整などに大きな困難があり、通信手段の発達していない当時では、設計図を相互に閲覧するだけでも、相応の日数を要した。 試作車の製作は1965年に開始され、1966年には、車体部のみの最初の試作車が、1968年には、完全な試作車が完成し、テストの結果は、M60 及び、レオパルト1と比較して、加速度、巡航度、回避能力などほとんどの面で優れていたが、南山の結果、エンジン及びトランスミッション、サスペンション、 そして、下記完成装置は、MBT-70 と KPZ-70 では異なるものを搭載しており、共同開発の意味が半ば失われた車両となっていた。共同開発により、大幅に削減できるはずであった、開発費用も、1969年に一両、あたりのコストが100万ドルを超えるという概算が出たため、西ドイツはこのプロジェクトから離脱し、移行独自に、 次世代戦車の開発計画をスタートさせた。アメリカ議会においても伸び続ける開発期間と5度にも及ぶ開発費の高騰に非難が集中し、1971年11月、ついに開発計画は中止された。こうして、米独共同の新型戦車開発計画は、当初の目的とは逆に莫大な予算と年月の無駄となって終わったが、アメリカ、西ドイツともに、 新型戦車を必要としていることには変わりなく、アメリカでは MBT-70 の設計を見直し、20mm 機関砲を廃止するなど各部を簡略化した XM803 が開発、試作されたが採用されず、アメリカ陸軍の次世代戦車計画は XM815 として再スタートし、後に XM1、M1 エイブラムス戦車の開発へと発展した。 西ドイツでは、レオパルト2の開発と並行して、KPZ3 開発計画の一環として、KPZ70 の車体を流用して2門の手法を備えた、突撃砲スタイルの DRK や、マルダー不評戦闘車の車体に、オーバーヘッド砲塔を搭載した VTS-1 が試作されたが、これらも試作のみに終わった。本車両は、当時の最新技術が、数多く導入された。 主なものとしては1500馬力の高出力、ディーゼルエンジン、射撃管制装置と夜間暗視装置、自動装填装置の採用による乗員の削減、車高を自由に変えられる、油圧式可変サスペンション、走行材料も含めた各所への警合金の使用など、後の戦後第三世代戦車に用いられる特徴を多く備えていた。車体高を極力低く抑え、また、 車体の前後長を詰めてコンパクトにするために、乗員は操縦士を含め全員砲塔内に収まっている。操縦席は独立したカプセル上で、砲塔の旋回位置に関わらず、操縦席正面は常に車体の進行方向を向くように施行されている。この自動施行装置は操縦席を回転させた上で任意の方向に。 固定し続けることも可能で、操縦士が直接後方を指認して交代することも可能であった。しかし、この機構は操縦者が方向感覚を喪失する、検討式障害を起こしやすく、砲塔の旋回位置によっては、車体前方方向の視界がほとんど確保できないという問題があった。操縦士の前方視界を補うため、車体前面左側には、 走行カバー付きの TV カメラが装備された。冷戦下の戦闘車両として、対 NBC 兵器防護能力も重視されており、シュノーケルによる水中走行能力も有している。MBET-70 と KPZ-70 ではエンジン及びトランスミッション、サスペンション、下機管制装置が異なっているほか、全消灯などの細部が異なっている。MBET-70 KPZ-70 ともにアメリカとドイツの博物館に展示されている車両があるが、アメリカで展示されている MBT-70 のうちの何両かは、走行に開発仕様で定められた材質を使用していない走行試験用試作車であり、総重量を同一にするために重量調整用のウェイトが装着されている。 MGM-51 シレーラ対戦車ミサイルを発射する MBET-70 手法は当初はアメリカが開発した MGM-51 シレーラ対戦車ミサイルも発射可能な XM150E152mm ガンランチャート XM150 自動装填装置を搭載する予定だったが西ドイツ側は独自に開発した ラインメダル射程 120mm 格好砲と独自の自動装填システムの搭載を主張。XM150 システムはテスト段階で問題を多発させたが、アメリカ側はガンランチャーシステムの搭載に関わり、結局西ドイツ側が折れる形でアメリカ側の要求通り 152mm ガンランチャーを装備することになった。法には、 レーザー距離計測装置が装備されており、暗視装置を備えた、照準装置は、社長用、砲手用ともに独立したものが装備されている。手砲は、下記完成装置に制御されるサーボモーターによって、高度に安定化されており、装行間射撃を可能としていた。主砲同軸には7 6 2ト、mm、ル機関1 m 7 3が装備され、砲塔上面左側には、副武装として、 遠隔操作式の2 0ト、mm、ル機関砲が装備されている。しかし、2 0ト、mm、ル機関砲には高度な火器完成装置が備えられておらず、対空用としては実用性が不十分であった上に、対地用としても至近距離の目標を狙いづらいという問題があり、テストの結果では装備の有効性は疑問であるとされていた。砲塔側面後部の左右には、 それぞれ4機の発煙弾発射等が装備されている。装甲にはヒート弾や対戦車ミサイルにある程度対抗できる中空装甲を採用した。ヘッシュ弾に対抗するためにスポールライナーを装着しているほか、装甲材にチタニウムを使用していたという考察もあるが、装甲に関しては資料が完全には公開されていないため、現在でも詳細は不明である。 生産性向上のための工夫として、乗員のいる居住ブロックと弾薬を保管してある、ブロックを完全に分離、被弾時に弾薬貯蔵部を切り離すシステムや、特殊な防火ドアなど、乗員の生産性を高める技術が数多く盛り込まれた。エンジンには、コンチネンタルアベクア -1104 ストローク V 型12、気筒クーレディーゼルエンジンを搭載し、これは、 50トンの重量に対して1475馬力という、当時としては破格の高出力を発揮することができた。対重量比馬力も 29.5hp、t と今日の戦車でも十分通用する値を記録、最高速度も時速 65km と申し分なく、後退時も前進時と変わらない速度で移動できたという。しかし、ピストンヘッドを油圧で稼働させることにより、 圧縮比を可変できる、可変圧縮比エンジンという新機構を採用したためにトラブルが多発し、大割り機の空冷ディーゼルエンジンは、騒音が異様に大きい上に冷却効率が悪く、トランスミッションともどもエンジンの故障が多発し、ドイツ仕様の KPZ-70 では、ダイムラーベンツ社の開発した液冷ディーゼルエンジンと変速機を搭載した。ドイツ側はアメリカにも、 自国使用のエンジンと変速機の装備を提案したが、アメリカはこれを尻け、トラブルと高コストに悩まされながらも自国製のエンジンを使用した。エンジン及びトランスミッションは一体化して車体から15分程度で取り外しができるパワーパック方式が導入されており、これは野戦での整備性の向上に大いに役立つとされたが、皮肉なことに開発時のエンジントラブルの多発に、 対処する際にとても有用であったという。メリーランド州アバディーン性能試験場で、高速走行試験中の MBT-70 油圧式可変サスペンションは、車高が低ければ低いほど敵弾の命中率が下がるという思想のもとに導入された。これは1.8メートルまで車高を下げることが可能であり、後部だけを上げれば車体を隠した両線射撃が可能で、 反対に下げれば大角度での射撃も可能となった。さらに、走行中の車体の動揺に応じて、自動的にサスペンションを稼働させて、車体の安定を保つ、アクティブサスペンション機構が備えられていた。これにより、手法の安定装置と合わせて、高速で走行しながらの射撃やミサイルの誘導も可能であるとしていた。しかし、これもサスペンション部のトラブルが多発し、 KPZ-70 に関しては西ドイツが独自で開発した簡略型の油圧化変サスペンションを導入することとなった。ありがとうございます。